今回はバーグのアルミ製のウィンドスクリーンを紹介します。固形燃料やアルコールストーブと相性がいい、すごくコンパクトな板状のアルミのウィンドスクリーンです。サイズを測ってみますと、この1つのプレートの横が8センチほどです。そして高さが8センチ、8センチ ×8 センチの1、2、3、4、5枚のプレートです。伸ばした状態で 41.5 センチほどです。高さが8センチなので、こういうガスストーブだと全く使えないです。ガスストーブを使うときはこの 13g フーボを使ってます。気になる重さは 38g。 そしてアルミプレートなのでしっかりしてます。収納サイズとしては110貫サイズのお鍋に入らないくらいです。横には入らないんですが、縦にすると入ります。こんな感じです。 S ビットのポケットストーブと比べると若干出ます。すごく薄いので収納する時には楽です。 Amazon レビューを見ても、こちらの S ビットポケットストーブと合わせて使ってる人が多いみたいです。これぐらいのサイズです。エバニューの 500ml、 きっちりと覆ってみるとこんな感じです。ちょうどいい感じで覆えます。こちらはエバニューのアルコールストーブにエバニューのチタン製の五徳をつけてます。こちらを覆ってみますとこれぐらいです。 500ml カップを置いてみますとこのような感じです。ちょうどいい感じ。アルコールや固形燃料で最低限のセットを作る時にちょうどいい感じの高さのアルミ製の風防です。メスティンを覆おうとすると若干長さが足りないです。2パネルぐらいあるとちょうど覆えるぐらい。収納サイズとしてはメスティンの中に収納することができる風防です。カラー展開はブルーの他にアルミカラー、そしてブラックもあります。アルミホイル系とは違うのでしっかりと覆うことができます。今回はバーゴのアルミ製のウィンドスクリーンを紹介しました。軽量コンパクトで見た目のかっこいいウィンドスクリーンです。